ライオンの雑種。タイゴンとは逆に父がライオンで母が虎の場合はライガーと呼ばれる。自然界での交雑例はなくすべて人工的な環境による交雑種である。親となるどちらの種にも見られる特徴が発生することが知られる。母となるライオン由来の反問を持つこともあれば父となる虎由来の島柄を持つこともある。 本交雑種のオスに見られる竹髪は、ライオンのそれよりも短くて目立たず、むしろ虎のオスの左に近い。本交雑種は19世紀の終盤には、その存在が確認されており、主に動物園やサーカス等で荒廃された。作家、ジェラルド・アイルズは、自身の著書 AT ホームインザズーの中で、マンチェスターのベルビュー動物園では3頭の大群を見ることができたと書き記している。 本交雑種は、ライガーと同じく死神経や内臓に先天的疾患を抱える場合が多く、また先天的な疾患以外にも骨の発育不全、及び骨種、股関節の形成不全等が多発することも報告されている。それゆえに短命な個体が多い。このため生命の倫理に反するとして、現在は研究目的以外に掛け合わせる行為は極力控えられており、また台湾では、 本交雑種の作成を禁じている。飼育されている個体は中国の動物園で見られることが多い。一般的にメスのタイゴンが繁殖力を持つのに対し、オスの個体は不妊であるとされている。キャンベラの動物園で飼育されているタイゴン、世界動物記で知られる動物学者のグッキー・スベルクは自身の著書ワイルド・キャッツ・オブ・ザ・ワールドの中でライガーやタイゴンには 繁殖能力がないと考えられてきたが、1943年に、ミュンヘンのヘラブルン動物園で、ライオンと島の虎の間に生まれた15歳の主観雑誌をライオンと交配させることに成功。そのメスは、体が弱かったものの生態まで成長したと、記している。インドのアルポア動物園で、1971年に、生まれたルドラーニというメスの体言と、 デバブラータというオスのインドライオンの後輩に成功したとする。その2世代目の雑誌はライタイゴンと呼ばれ、ルドラーには生涯で7頭のライタイゴンを生んだ。このうち1頭は驚異的な大きさに成長し、クバナカーンと名付けられ1991年に死んだ。この個体は体重3 6 3ラム 太高は肩までの高さ1.32メートル、そして全長は3.5メートルもあったとされている。チベットのシャンバラ自然保護区で1978年に、生まれたメスのタイゴンであるノエルとオスのアムールトラであるアントンとの間に1983年にナサニエルと名付けられたタイタイゴンが誕生している。ナサニエルは4分の3がトラであったため、ノエルよりも、 濃い島模様を持ち鳴き声もより虎に近かったという。またライオンの血は4分の1しか入っていなかったため、縦髪は生えてこなかった。しかしナサニエルは8から9歳時にガンで死亡し、母親のノエルも同じ病気で間もなく死亡した。これは本交雑種の短命な一面を物語っている。ライオンの反問は、幼体の頃のみで成獣にはない。 ただし同じ交雑種であるライガーはいなかったとも、記している。種族を超えたい。虎とライオンの赤ちゃん、ダイゴンが誕生海南省レコードチャイナ2009年9月29日11時18分、この極端な大型化はライガーでも参見される。ありがとうございます。